皆さんこんにちは。こんにちは。マップカメラ YouTube チャンネルご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。今年2月20日で私たちライカブティックマップカメラ新宿は9周年を迎えます。2月20日という日は、はい、ファンの方にはご存知の日ということで。そうですね、はい、何が起こる日でしょうか。珍しいアイテムが大量に掲載される日でしょうか、はい、そうですね、限定アイテムが今年も大量に掲載させていただきたいと思っております。はい、はい、その中で今年はなんと2台先行してですね、はい、お見せできればと。そうですね、はい、はい、まずこの下に隠れているんですけれど、この中です、ね、はい、はい、1つ目のアイテムご紹介いただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、では1台目はこちらになります。はい、ライカ Q2リポーターになります。ではこのライカ Q2 リポーターなんですけれど、はい、私たちのチャンネルでも扱ったことのあるライカ Q の後継機にあたるかと思います。はい、このリポーターという限定モデルなんですが、はい、どういう限定モデルなのかご説明をお願いいたします。はい、こちらの Q2 を、元にしたモデルなのですが、はい、まず塗装ですね。そうですね、ちょっとグリーンがかった色なんですけれども、はい、対摩耗性に優れた、はい、まあ、強い塗装が施されている。はい、しかもこれはペイントになっているということですね。はい、はい、そうですね。そしてですね、ここの革の部分、張り革の部分が、はい、ケブラー素材というものを使用していますね。はい、このケブラー素材なんですけれど、はい、具体的にこう身近な製品というか、はい、何に使われている素材でしょうか。はい、そうですね、はい、身近だとなかなか難しいかもしれないんですけれども、はい、あの防弾ベストに使われている非常に強い素材になっています。はい、防弾ベストに使われている素材と聞くとかなりこう、はい、硬い硬質なものかなと思ったんですが、うんうんうん、実際にこのケブラー素材触ってみると、はい、なんかこう布生地というかコットン生地のような柔らかい感触かなというのがちょっと驚きでした。そうですね、本当に布を触っているような感触なのですが、はい、こちらですね、使っていると、どんどん経年変化を楽しめるという素材になっておりまして、はい、今黒に近い色なんですけれども、はい、どんどん緑がかってくるというふうな、はい、変化を楽しめますね。ではこの Q2 リポーターなんですけれど、はい、今までこうケブラー素材についてお話をしてきたんですけれど、はい、そもそもなんでケブラー素材が使われる限定モデルができたのかというところをですね、これからお話ししていきたいと思います。はい、はい、こちらのリポーターなんですけれども、はい、イタリアのフォトジャーナリストが、シリアの取材中に、はい、被弾をしまして、はい、ライカを持っていたお金で命が助かったという物語が、はい、実際にあったんですね。はい、その出来事を元にフォトジャーナリストに寄り添えるカメラということで生まれたのがこちらのリポーターになります。この Q2 なんですけれど、はい、もう1台有名な限定モデルがあるかと思います。うん、はい、そのモデルも2月20日に掲載になります。はい、はい、世界で750台限定で発売されましたライカ Q2 ダニエル・クレイブ、グレッグ・ウィリアムスのモデルですね。こちらも掲載予定となっております。はい、こちらのダニエル・クレイグなんですが、はい、映画007でジェームズ・ボンド役を演じたことでも知られている俳優かと思います。はい、ライカ好きということで、うん、今回ライカとのコラボレーションが実ったんですけれど、はい、こちらですね、こうボディの塗装もこだわっていて、ブラックペイントが剥がれて地金が出てきたような印象の塗装になっていますので、はい、こちらも掲載楽しみにしていていただければと思います。そうですね、はい、では肝心の2つ目のアイテム、2つ目ですね、はい、ご紹介したいと思います。はい、はい、2つ目のアイテムはこちらになります。はい、はい、ライカノクチルックス、ファーストモデルになります。このノクチルックスなんですけれど、はい、50mm の F1.2 でこう市場としてもかなり珍しい1本かと思います。うんうん、ただその中で幻の一本と呼ばれることも多くてですね、はい、幻たるゆえんですね、ご説明いただければと思います。はい、まあ、生産本数が少なかったというのもあります。はい、大体2000本以内なのではと言われていますね。はい、そして、このレンズに採用されている非球面レンズなんですけれども、はい、カメラのレンズとして初めて採用された非球面レンズになります。はい、その作り方がですね、はい、なんと手で磨いて作られているということで、
大変生産本数が少なかったレンズになりますね。今でこそこう非球面レンズというと、もう入ってて当たり前というか、そうですね、っていうところも標準化されているところではあるんですけれど、はい、まあ、当時はこう手で磨いて一本一本職人が仕上げていたというところで、うんうん、もう工芸品に近い一本になりますね。そうですね、はい、今回ご紹介しているこの個体なんですけれど、はい、生産年数としてはいつ頃でしょうか。はい、1968年のモデルになりますね、はいはい、4ロットに分かれてこのレンズ生産されたんですけれども、はい、こちらの個体はそのうちの3ロット目に生産されたモデルになります。はいはい、こう写りがロットごとにも違うし、うん、一本一本撮ってみても写りが違うっていうのが、はい、このフジルックスの幻な面ですかね。そうですね、はい、もう中には何本か持ってで見て写りのいい1本残しとくっていう方もいるぐらいのレンズになっています。はいはい、本当に個体差があるレンズですね、ですね、はいはい、実際にこう何本か撮られたことあるかと思うんですけれど、はい、それぞれやっぱ個性は違いましたか。そうですね、すごくふわっとする写りもあれば、はい、ちゃんと芯が出る開放から芯が出るっていうレンズもあったりと、はい、本当に撮るレンズ全て、はい、違うっていうのが、うん、はい、このレンズの、ね、はい、特性ですね。こちらに2本ですね、レンズノクティルクス出してみました、はいはい、片方は実はオリジナルではなくて、そうなんです、はい、こちらですね、復刻された、ノクティルクスの、50-1.2 となります、はい、こちらのノクティルクスの、復刻バージョンなんですけれども、その描写はですねオリジナルにかなり近づけて、はい、作られたというモデルになります。はい、はい、コーティングだけ見るともう全然色の違うコーティングになっていてという感じですけれど、はい、はい、そうですね、まあ、写りに関してはそのコーティングの違いであったり、はい、あと、まあ、ガラスも現代の新しいガラスを、ね、はいはい、使用していますので、すっきりした描写ですね、はい、まあ、考え方によっては、オリジナルのノクチの新品で買った頃はこのような描写だったのかなというのもありますね。はい、復刻が出たということなんですけれど、はい、依然としてやっぱりオリジナルを探してらっしゃる方っていうのは多いと感じますね。そうですね、はい、はい、ね、こうやはり何でしょう、個体ごとに違うっていうところもこう何でしょう、マニア心をくすぐるというか。そうですね、はい、やっぱりこう自分に合った一本っていうのを探すことができるっていうのも、はい、ノクチの一番最初のモデルの魅力の部分かなと思いますね。はい、はい、それでは今回ご紹介したですね、はい、プレミアムコレクションなんですけれど、こちら実は LINE でですね、はい、2月20日当日にいち早く見ることができます。はい、はい、詳しくはですね、この動画の概要欄に、記載してありますので、ぜひご覧になってください。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。これからもライカブティックマップカメラ新宿をよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。